池内チャンネルフォルタスタイルロック福田の腕時計魂。乾杯でーす。乾杯です。どうも。はい。10年ぶりから。ウォッチ&ワンダーズデイ4。そうですね。4日目。もうだいぶヘロヘロですよね。いただきます。で、今年も、はい、もちろんおやりになるんですよね。そうなんです。この今年のね、ウォッチワンダーの新作がいち早く見れる、はい、イベントということで、はいはい、6月の26日から、はいはい、2週間ですね、うん、ニューモデルウォッチフィエスタ2024ってことでね、はいはい、あの今年も新作集めてきますので、はい、今の段階で、はい、発表できるなんかピアジェの150周年アニバーサリーイベントをバシンとやりますので、バシッと、はい、まあ、そこの中のメインのコンテンツとしてポロの79、はいはい、1979、はいはい、あれがやっぱりこういろいろ見ましたけど、はいはい、まあ素晴らしいな改めて感じました。あれはね、僕もあの東京で、はい、あの事前に見て、はい、すごいなと思っていて、はい、やっぱすごいですよね。すごい、まあなんか表現が拙くて申し訳ないですけど、もう本当にすごいなって。前はねクォーツしか作られてなかったあの形が、はいはい、機械式の、まあ、薄型のムーブメントが乗って、うん、現代に本当にあれ蘇ってきたデザイン、うん、いやめちゃめちゃラグジュアリーで、でその時代の艶やかさというか、はいはいはい、色気というか、そうですよね、あれをこう備え持った時計ですごい か、うん、まあ、かっこいいなって。インタビューで、はい、開発の責任者の方かな、はい、あの話を聞いていて、はい、まあ、一体あの復活プロダクト、はい、プロジェクト、はい、いつぐらいから開始したんですかと話したら、はい、かなり以前から。あ、そうなんですね。でやっぱりその70年代のあの雰囲気を再現するとか、薄型に収めるとかっていうことにかなり注力をしてる、うん、薄型でいうと今年ね、コンセプトウォッチ、はいはい、2ミリの薄さのトゥールビヨンとかもアルティメート、はい、やっぱりああいうのとか見ると本当にね、技術力のあるブランドの、はい、まあ、ピアジェだなっていうところ、ね、まあ、ああいう機械も作れながらやっぱりあのジュエラーとしての、はい、なんていうんですかね、こう先ほど伝えた色気とか、うん、なんかそういうところも備えたああいう時計が出てくると、なんかすごいこうキュンキュンしちゃうというか、ピアジェのポロはでも間違いなくあれは今年の、目玉の一つですね。目玉ですよね。各メディアさんとかプレスの中でももうあれはなんか雑誌のセンターに来てもいいのかなって僕個人的には思うような時計でしたけど、うん、新キャリバーだし、そうですね、うん、そうですね。いや、あれはすごいこうイケてて、でも他には、まあ、そうですね、あとはグランドセイコー。うわ、来た、まあ、日本人として、いや これだけのスイス人の中での、あれはね、僕そう、あの久しぶりに本気で欲しくなった、はい、僕もQS-A4 でしょ、はい、QS-A4 手巻きのあれはやばい、やばい、あれね、ここ最近のグランドセイコーで僕はもう一番、いや、これキュンってきてかっこいいと思って、会場で、はいはい、あの社長さんにもお話を伺ったんですけど、はいはい、つまりあの QS-A5 って、はい、多分あのしばらく語り継がれる、はい、うん、もう本当に自動巻きの名機、はい、まあ名機ですよね、ね、うん、実際にあのグランプリも取ってるわけで、はい、あれをねカレンダーなしの手巻きにするんだっていうね、いや本当にグランドセイコーって結構やんちゃな男の子だったのみたいなね、安心安全のグランドセイコーみたいな、うん、あんなとこから全然違う、まあ、そんなことできるんだみたいな、そうだから分かるやつだけついてこいっていうぐらいでしょ、そうです。やっぱりあのサイズ感も一回りこうちっちゃくなった 38.6mm の、はいはい、あのサイズ で、まあ、あの薄さで手巻きで日付なしでみたいな、ね、白樺でみたいな、結局ね QS のね英語ベースなわけだから、はいはい、あの QS-A5 ってムーブメント系小さくないんですよね、うん、そうですね、確かに結構でかいんですよ、でかいでかい、あれをね 38.5 か、うんうん、ケースに入れるとねもう中身ぎっしりぎっちりですよ ね、もう端っこまでもムーブメントみたいな、あれ巻いてみました、見ました、あの音の良さ、あれめちゃめちゃいいですよね、鳥がね、はい、ちょんちょんちょんって、そう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 、ストッパーというか、あれです、あれです、はい、あれはね、もう実際にまあ売り場というかね、店頭で見ていただいて、はい、巻いてもらいたいですね、はい、音聞いてもらいたいと思います、はい、と思います。で、続いて IWC、 お、あ、まあ、ここは、まあ、大きく言うとまあ2つ、まあ、1個目玉で言うと、
ポルトギーゼの4色、そうですね、カラーリングがこう新色で出ましたよっていうので、はいはい、ホライズンとか明るいブルー系の色だったり、はいはい、あの夜を表現するようなあのブラックもすごい綺麗でしたし、はいはい、まあ、あの辺は今までのあるモデルに新色ですけど、うん、まあ、やっぱり色が変わるだけでもだいぶ表情も変わりますし、でもあのブルーの永久カレンダーとか結構良かったですね、はい、いや良かった、あれすごい綺麗でしたね。でしかもあの今回の4色は全部ラッカーですけど、はいはい、とこの間やっているセラミックと一緒で、はい、パントーンのカラーコードがついてるんですよね名前ついてますもんね。そうそうそう、はい、だからあこれでもパントーンなんだって、はい、前からねセラミックの時にそのお話をちょうどしましたけど、ストラップとの色合わせもあれで、はい、あれすごい良かったなと思います。でエターナル、エターナル、あれすごいですよね。あれすごいですよね。あれちょっと喋ると長くなるからあれですけど、でも、ね、衝撃的だったのが西暦3999年まで大丈夫って、はい、それは何ですかって言ったら西暦4000年はまだウルーデンかどうか決まってないって、人類が決めれてないみたいな、 そんなことってあるんだなみたいな確かに。であのムーンフェーズも4500万年は狂わないですよみたいな、ね、もう4500万年とかってもう誰が証明するんだぐらいの。そうですよね、はい、4500万年経ってもし狂ってたらうちに持ってきてください。そうそうですね、言ってる。そうです、なんかあったらあのお店にみたいな感じ。いやでもあれはねロマンです。いやロマンですよ、ね、なんか今までのこうパーペチュアルカレンダーから、はい、まあ、もう一つこう上のモデルというかですよね。まあなんか精度っていうところの、これって永久って言っちゃっていいよねっていうモデルじゃないですかです、ね、あれってあの時計はね、もちろんレアピースですし、なかなか見れるチャンスも少ないと思いますけど、はいはい、1回見れたらそれはもうお話じっくり聞いてもらって手に取ってっていうのがやるべきかなと思うんですよね、うん、あの時計は素晴らしいと思います、はい、で続いて、続いてはパネライ。おパネライで今年良かったなと思うのは新素材が出たんですよね。あれセラミテック、あの新素材の、まあ、今年の24年のパネライってルナロッサが今年で37回ですよね、はい、アメリカズカップ、はいはい、あるので、まあ、ルナロッサシリーズっていうのを中心に発表されてましたけど、はい、まあ、その中でもあの異素材の、はい、そういう新しい素材が出たよっていうのは一つニュースかな、まあ、新しいまた素材が、ね、素材が、まあ、もともとねパネライって新素材得意なブランドで、ね、カーボテックとか、うん、まあ、いろいろねあのステンレスとかゴールド以外の素材やってるんですけど、まあ、そこにあの軽くて強くてっていうセラミテックっていう素材出してきて、はい、あれはね、うん、だからねまだちゃんとあのなんだろう勉強し直してないですけど、はい、まあ漏れ聞くところに言うと、まあ、はい、プラズマ で、はいはい、で表面処理をすると、はい、表面がセラミック化するっていう、ああ言ってましたね、うん、だから下をセラミック化させてるんですよね。そうだから、うん、あの被膜ではなくて、はい、素材が変わっていってっていう、うんうんうん、まあ、すごいです、ね、すごいです。なんかあれも本当に実際色味すごい渋い色味でしたし、あのベルトとの、カラーリングが、はいはい、ケース自体もすごい綺麗ですし、ですよね、まあ、文字盤がブルーと白色と2色出てますけど、はいはい、まあ、白色とかも、ブティックエディションですけどすごい綺麗な合わせでしたから、ね、あれかっこいいなって、うん、あとはそっかカルティエ、カルティエカルティエカルティエはね、だから毎年僕はカルティエもともと大好きだから、はいはい、毎年おおとかって言ってるんですけど、はい、今年は特に良かったかな。良かったですね。カルティエ どのモデルがあれでした、キュンとしました。プリベのほら、はい、あの8世代目、はい、トーチュー、トーチュのシングルプッシュ、はい、あれやばくない？やばいっす、あれやばい、僕も同じです、ね、あれめちゃめちゃ良かった。僕の記憶が正しければ、はい、CPCP の2004年と2005年で2年連続でシングルプッシュクロノグラフ出てるんですけど、はいはい、もうちょっとケースごつかったです。確かに前の方がねちょっと大きくて、あのエッジが立ってる感じ。確かに。で今年あのオリジナルみたいにトゥルンってしてるんですか？そう、トゥルンしてるし、まあ、サイズ感もこうキュッとなった感じ、はい、あれはね、あとね本気で欲しかったのが、はい、あれです、サントス・デュカルティエの、はい、ラッカーの、ラッカーの430が乗ってるやつ。よかったですね、430なども。去年も良かったんだけど、はいはい、ちょっと大きかった。確かに、サイズ感ね。今年だから、MM と、はい、あの同寸みたいな。はい、一回りサイズがこうキュッとちっちゃくなってね。あれ良かったですよね。僕はあの、もう一つ挙げるとすると、まあ、
女性向けですけど、はい、タンクのミニっていう、あれよかった、めちゃめちゃ可愛くて、あれはね、そう、あの意味もなくね、なんかあの女性にプレゼントしたくなる、いやしたくなる、ね、まあ、今までの、ね、ザ・タンクのあのイメージのサイズ感から、うん、もう本当にキュキュキュってちっちゃくなってますけど、うん、あれは、まあ、女性がしてるのを見るとあこまでちっちゃくなると、まあ、めちゃめちゃ可愛いなって、こんなやつね、こんなやつめっちゃ可愛かった。あでもそういう意味では真逆になりますけど、はい、パンテールのでかいやつ今までになかったやつ、はい、大きいサイズね、おーとかって、あれなんか男性でもねこうつけれるサイズ感で、だから僕あのね、はい、ことあるごとに言ってるのはあのパンテールの小さい、はい、あのブレスレットのやつを、はい、あのローリングストーンズのキース・リチャーズがつけてる写真があって、あ、はいはいはい、めちゃめちゃ憧れてたのが、なるほど、あれがだからもっとこうマニッシュになって、そうですね、もうちょっとマニッシュになっていろんな人がつけやすくなったサイズ感ですよ ね、あれ素晴らしい、カリテは語り尽くせないずっと喋るっていう、あとあそこほら、あルクルトね、ラワルクルト、ルクルトも、まあ、今回はデュオメトルが ね新しくねムーブメントを変えましたよって言ってて、まあ、デュオメトルってもともとずっと、まあ、あ作ってましたけど、ね、よかったですね、あのサーモンとかすごいよかったし、だからなんだろう、ね、まあ、原口さんが開発されて、はい、あの、はい、新ムーブとおっしゃってましたけど、はい、フドローアイアントの新ムーブって久しぶりですよね、うん、久々じゃないですか、まあね、去年とかもレベル層でしたし、久々のデュオメトル、だから今なんだろうな、うん、フドローアイアントを、うん、あの値札つけて売ってるのって、はい、ジャガルクルトぐらいですよね、ずっとこの話しますけど、やっぱり技術力っていうような、ね、まあ、昔ながらの作れるブランドの一つですし、まあ、ああいうモデルを見ると本当にあすごいなって、でもブースにあの、はい、歴代のジャイロクルトビを1番から5番まで、はい、ああみたいな、そうですね、あジャイロとか、まあ、本当に、まあ、ロマンじゃないですか、ロマンだけど、ね、作れるブランドなんてじゃあどれだけ入れますかっていう、そうなんです、うん、ジャイロが積まれたあのディオメトル、いやすごいなって改めてこう見てて、ね、ジャガールクルトの技術力っていうのを、まあ、精度も含めてねこう表現されてたなっていう作品の一つかな、うん、そうですよ、はい、だからジャガールクルトは、まあ、いつ見てもすごいな、うんうん、値段的にもしっかりしますけど、クオリティは自信を持ってやってますよっていうようなブランドの、そうですよね、こう宣言というか、うん、うちこんなことちゃんとできますからみたいな、ですね、はい、そういうメッセージ性を感じる、勝手間違いなし、はい、間違いないですよっていうのを ね、はい、なんか感じた今年のルクルートの作品やったかなとは思いますですね、はい、実際に見れるようにあの、はい、手配してますし、イベント、ちょっとコンテンツ的なこともそこのイベントの中でやろうと思ってますんで、ちょっと体験できるとか、なるほど、はい、そういうこともね今企画してますので、ぜひ売り場それはまた僕も参加させてもらえるのかな、あもうもちろんもちろん、ああ嬉しい嬉しい、トークショーの方も、はい、ありがとうございます、はい、あの日程含めてね、はい、毎度ありがとうございます、はい、また皆様に、お伝えさせていただきますので、はい、ぜひ、はい、でもね、この後またちょくちょく続報もありますね、そうですね、 IWC の裏側をシャフハウゼンまで行って、はい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 、一緒にちょっとレポートできたらなと思ってますんで、はい、ということで皆さん楽しみにしていてください、ではお疲れ様でした、すあすごいなこれ、あらゆる女性にモテる鉄板です、ロックフラのウェブ系魂、星葉さんと私ともこれお宝ですよ、うわすごい。